大将首いただくぞ。 俺たちの仕事は敵の食料と補給物資を焼き払うことだ。奇襲を仕掛け仕事が済んだら一目散に撤退する。縁はない。敵の夜襲に備えるためにこの作戦に避ける戦力はないそうだ。腰抜けどもめ、顔色一つ変えない。それだけグリフィスを信頼してるってことか。 今回の神話はガッツ、お前にやってもらう。骨の折れる仕事だ。敵を牽制して味方の闘争を助けるんだ。死ぬ確率も高い。やれるか。命令だろ。そうだ。グリフィス試す気だね。これで奴も終わりだぜ。危険な仕事とはいえ、 こんな重要な役目、あいつを試すだけにやらせたりしない。グリフィスはあいつを信頼している。敵もまさかこんなところから奇襲を仕掛けてくるとは思わないだろう。それにこの風、行軍の音を消してくれる。しかも敵の背後から仕掛けるなら風上から火を放つことになる。 全て計算の内ってわけか。放て！夜襲だ！敵が後ろから！敵に構うな！一気に突破しろ！脱出する！
ここから俺の仕事だ。とっとと行け。ところで何やってんのよ。来いよ、飲もうぜ。俺はいい。あのガッツさん、さっきはありがとう。おかげで命拾いしました。俺尊敬しちゃいます。あんなすごい戦いぶり、グリフィスさん以外に見たことないですよ。俺はただ自分の仕事をやっただけだ。礼を言われる筋合いはねえよ。照れるな。よし、クソ生意気な死因に乾杯。
ガッツ、百年戦争って知ってるよな。ああ、なんとなく。ミッドランドとチューダーの戦争だろう。そう、100年前にチューダーがミッドランドに侵攻して以来、未だに戦いを続けてるんだ。吐きもせず、よくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は食い口に困らないわけだ。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。へえ。しかしなんでまた大国が俺たちみたいな傭兵を雇うんだ。最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。そこで我ら鷹の段に白羽の矢が立ったというわけさ。なあガッツ、鷹の段に来る前はずっと一人で傭兵でやってたのか。いや、だいぶ前だが傭兵団にいた。それからは一人だ。ま、詳しいことは聞かないわ。傭兵やってりゃ何かしら言いたくない過去は持ってるもんさ。食える時に食え。何が起きるかわからん。ピピンみたいな大きい体と肝っ玉が欲しいよ。退職日いただくぞ。
を潰す。話は簡単だ。俺様に任せとけって。調子に乗りすぎるなよ。飯にしようぜ。高野団はどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団と、なんか違う。そんなもんかね。でも、シーティやグリフィスかな、やっぱり。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血のまぶさいことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない。
一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。高野殿も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は俺の国を手に入れれる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。
気楽に行こうよ。稼がせてもらったぜ。
人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。意地悪に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうだ、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ、隊長やりゃいいんだろう。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか、一人で剣ぶん回しろが性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。ああ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい、隊長。精一杯頑張りますんで。また女に振られたのか。うせえ、いつか貴族になりやがって道歩いてるだけでマッパの女が小高様大抵って寄ってくるんだ。それ怖くない？隊長、どうです？俺が仕立てたシャツの具合は上々だ。着てねえみたいに動きやすい。お前器用だな。いい仕立て屋になれるぜ。隊長にそう言ってもらえるとものすごく自信がつきます。なりそうもねえな。なんだなんだ、リーダーシップのコルカスがビビッ
ターじゃやれないって。キャスター、お前言ってやれ。なんでさ、こういうことも勝手に。分かったろ。Yeah.